はい、お疲れ様です。今日はもうね、ジョイクロ番外編でやっていきます。とりあえず午前中山上釣具さん行って5000円分買ってるんで、後半の方で紹介していこうと思います。まずはタイラントの方で、HD じゃない方のタイラントですね。ジグロットの方でシェイプスにコンツアジグで、グラス、スーパーノバーハスキーで、ジョイクローラー、もう極端にトップとボトムっていうのを攻めていってみようと思います。まずこっち急にストンと落ちてるところのダテストになり得るようなところをね、シェイプス大きいやつをつけてるコンツアジグでボトムの方探っていこうと思います。まあ割とこっちが水動く方じゃないんかなと思っております。で、タックル紹介見てくれてる人ならわかると思うんですけど、タイラントとタイラント HD の差っていうのがね、多分もうわかる方はわかってますよね。あ、違う。僕はタイラント HD でフロッグやっちゃいます。ジグロットっていうのはこっちのタイラント。これ以上ヘビーカバーとかが打っていくんだったらもうメフィスト、もっと硬い竿っていうのを選んでいってやろうと思ってます。で、その HD と標準のタイラントっていうのが、まあちょっとね、曲がり具合とかが違うんで、そういう風な使い分けしてます。目に見える違いで言ったら、タイラントの HD カスタムはオールダブルフットですね。で、パワー的なところはどっちもヘビーになってます。太陽ウエイトもほぼほぼ一緒。あら、マジか。ふい、無事回収できたんで次ね、こっち側打ってみて。ラインが良くないな、これ。同期に一回遠投しようか。マジ？じゃ終了のお知らせか。よいしょ、直った。ちょっとラインが緩いっぽいんで、濡れてブレーキが弱くなってんかな今。あ、でも2個オンになってるな。で、ちょっとこっちのカバー打ってみて、もうダメならね、ちょっとクローラー投げます。もうそんな置いてじーっとするような釣りはしたくないんで、ボトムでも比較的食い気のあるやつ変わらず狙っていきます。
今ねやってるところ木の枝沈んでるんでそれの周りをちょっとねテンポよく探っていきます。まあねこういうところ夏の方がいいんだろうけどね。割と沖まで入ってそうなんでもうシェイクとかしない、ボトムに置いてちょっとずつ動かす。ここボトム硬いっすね。ラインが浮いちゃうな。ダメっすね。この沈んでるものをね越えた時にバイトが出てくれればいいんですけど、なんかラインが沈んでるっぽいな。ここダメっすね。もうちょっと表層水面をゆっくりジョイクローラー通してどうしようかな。ここは巻く感じの池じゃねえよな。はい、でジョイクローラー行きます。うえ最悪や。今日ジョイクローラーはねスーパーノバハスキーもう超デッドスロー、ゆっくり巻くっていうのがメインになってくると思うんで、トップでもサブ冷たあんたです。でまあグラスだったらねノリもいいかなっていう感じですね。うん、まあまだトップはしんどいと思うよ。うん、いくら低気圧だからって言ってもね。どうしよう、一回早く巻いてみましょうか。まずは強いアクションで表層を意識させる。で、ゆっくり。もうちょっと揺れるかなぐらいのスピードで。うん、ダメね。
まあこれもあのジョイクロでやる浮きの釣りに近いところはあるっすよね。ダメか。そうか。まあね、こういうの続けてやらんとね、成果出ないと思うんで。とりあえずこの池の深いところ、ラバージグ打って2、3回。やめようかな。多分ボトムぺったりじゃないんだろうけどな、もう。あっちも、あっちも気になるっすね。うん、なんか引っかかるね。まあ、何にしてもサビんよ。移動しましょう。はい、到着しました。今回はちょっとね、釣りする前に買ったルアー紹介しておきます。今回すいません、5,060円、60円超えちゃいましたね。2点。今回も山上釣具さんで、店内の撮影はいたしておりません。じゃあまず1点目からいきます。まあでも2点で5060円なら1点あたりね、2500円プラス税ぐらいですね。まあ1個目いきましょうか。はい、サイレントキラー175。これね、僕赤色持ってるんですけど、こういうちょっと自然な色ってなかったんで、今回ねこれ選びました。で、これ2480円とかだったかなって買えたんですけど、旧サイレントキラーですね。樹脂ボディ、プラスチックのボディじゃない方。まあ、こっち選んだ理由は、ちょっとぶつけても割れない。やっぱりニューになってから、ジョイクロとかと同じでね、プラスチック素材になってるんで、攻め切って壁に当たったりしたらね、割れちゃうんです、中の硬いところが。っていうので、まあ極力あったら旧の方を買いたいけど、透けるようなカラーはできないんで、樹脂、発泡樹脂かなのスライドスイマー、サイレントキラーになるとね。なんでそういう時は、ニュースライドスイマー、ニューサイレントキラーの方で透けるようなカラー、ゴースト系のカラー選んでもらったらいいと思います。特に透けないこういう色とか、黒とかね、赤とか、そんなにどっちでもいいだろうっていうやつは僕は旧モデルの方、割れないんで好んで買うようにしてます。はい、これが1点目。サイレントキラー175ですね。多分これ、僕目取って買えますね、クリスタルアイに。僕あっちの方が好きなんで。はい、もう1点。はい。デュエル、忍者スイマー。リップついてる方ですね、これは。これも2500円ぐらい。多分安いところはもっと安いんですけど、まあね、そこは気にせず。まあ僕はアップの店で5000円企画やるっていう風にやってるんで、あそこであるもので5000円以内で。で、まあこれも同じリップ系なんで、投げて巻くがメインになってくると思います。で、これフラット面が多いんで、ウェイト貼ったり、浮力調整するのが、他のルアーに比べて楽かなと思います。で、まあ一回ちょっと使ってみたかったのもあるんで、今回はね、これ。忍者スイマー 180F。選んでみました。僕もまだこれ持ってなかったんで、ちょっと使ってみます。で、移動してきたんで、この池、フラットからディープになるショルダー狙いで、ちょっとこの辺を巻いていこうかなと思います。はい、じゃあちょっとね、タックルとルアーと準備してやってみようと思います。はい、じゃあやっていきます。まずね、スライドスイム175、今回はデイズ 70X。
とりあえず今日はね、縦に引っ張ってきてショルダー当てる感じでやっていこうと思います。めっちゃ横行くじゃんこいつ。何？なんかバランスが悪いぞ。ああ、フック。まあね、スライドスイマーも結構有名どころなルアーではあるんで。で、なんで1個持ってるのにもう1個買ったのっていうところなんですけどね。まあ、カラー違いが欲しいっていうのと、で、スライドスイマー、サイレントキラーって、ね、知ってる方多いと思いますけど、中に硬いコアがいて、それにソフトシェルが被さってる感じで、板おぼりっていうのがすんなり貼れないんですよ。お腹とか。ね。顎下とかってなってくると、ある程度ウエイトで差をつけたもの、ウエイトを仕込んだものと仕込んでないものとで、ルアーチェンジをしていった方が効率がいいんで、スライドスイマーサイレントキラーっていうのはウエイトごとチューニング済みのものを複数個持ってる方が釣り場での効率がいいっていうのがあるんでね、今回はね追加になるんですけど、サイレントキラー175っていうのを購入いたしました。またこれフックから見えんな。とりあえず巻いた感じはね、リップルクローより全然引き抵抗弱いです。多分わからん。リップルクローも一緒に投げてみんとわからん。ショルダーまで当たらないっすね、これ。お、なんか当たったわ。アクなんかあるね、大きい。ちょっとこの辺、通してみようか、もうちょっと。あ、今ショルダー当たったね。サイレントキラーとリップルクロー何が違うのって思う方いますよね、きっと。やっぱり波動が違いますよね。硬いものと柔らかいものの違いかな、簡単に言うと。やっぱりこのジョイント部分もね、柔らかいものでできてるんで、マイルドな水押しな感じかな。パワフル、ですよね。なんて言ったらいいかな。マイルドな水押し、マイルドな水流な感じですかね。サイレントキラーの方が。頭から入った水が、ボディの横を通って、ジョイント部分に抜けてくれるのを、後ろのボディで攪拌してる感じでいい？わかる？そんな感じだと思って使ってます。だからサイレントキラーとリップルクローとどっちがいいとかじゃなくて、全く違うものなんで、どっちも良さがあってどっちもできないことがあるんで、そう、どっちかでっていう話じゃないんですよね、ここは。で、一応まあリップ付きっていうことで、前回買ったロイヤルフラッシュも一応持ってきてます。で、リップルクローもウエイト違いで2本持ってきてるんで、ちょっとこんな感じで、この池は縦方向に、沖から自分の方に向いて巻いてこようと思います。で、距離的にも、もう沖の魚を引っ張って引っ張って岸で食わすとかそういうイメージじゃなくて、このショルダーより向こう2メーターぐらいにいる魚をショルダーで食わす感じですかね。
ただそのショルダーまでウェイトが足りない、潜ってくれないまあ当たらなくてもきっとショルダーの下についてるやつはやる気があれば食ってきてくれるだろう。そういうところで手を抜くから一本がなかなか遠いんでしょうね。ダメね。ちょっとこの辺飛ばして角まで行きます。はい、ちょっと角の方、まあ、こういう使い方もありかな。リップついてるからブレーキになってくれるんで、一箇所でね、ネチ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 誘うのもありかもしれんですね。ゴリゴリ巻くんじゃなくて、スイートキラーより可動域が狭いイメージ。巻いて止めるとかも、でこういうところね、向こうコンクリートでこういうね、ギリギリ狙っちゃうとやっぱりたまにミスして向こう側当ててボディ割れちゃったりするから、僕は旧タイプ選んでます。意外とこっちの方がコスパが良かったりする。あのね、着水音を抑えたい時もね、岸に乗っけて落とすっていうのができるし、まあ完全にね壊れないとかそういうのはないんですけどね、壊れにくいっていうのがあるから。ダメだね。ちょっとリアのフックでかいか、ボディによう刺さるね。ダメっすね。戻って次のルアー付け替えようかな。はい、じゃあ戻って次どうしよう。忍者グライダー、ん、忍者スイマー使おうかな。はい、次これ何や、忍者スイマー使っていきます。ちょっとね、もうあらかじめウエイト張りました。まああんまり早く浮かしたくないっていうのもあるんで、結構重ために張ってます。同じように沖からまっすぐ通していきます。ああ、はい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 、サイキラーリップルクローに比べてリップが大きいんで巻き抵抗まあまあありますね。で潜る、サイキラより潜るけど、なんやこれ、めっちゃ浮いてくるな。ウイート張ってんのにめっちゃ浮力は高い。これ 3g 4g 張ってやらんとスローフローティングにはならんかもしれんですね。まあそういうのも考慮してこういうフラット系のねボディになってるのかもしれん。その辺はヒデさんの方が詳しいんで、はい、お願いします。こっから僕このまま釣り続けます。
マジか。いや、決まった。ヒデさんまだ尺稼いでくださいね。でもこれ治る気がせんやつ。よいしょ、復活しました。もうそろそろ終わったかな？説明。はい。じゃあ、喋っていきますよ。使用感とかね。その辺。とりあえずまあ、ウェイト張ってるのもあるんで、サイレントキラーより一段下のレンジを通せてる気はする。ちゃんとショルダーに当たる。ただこの浮力が高すぎるっていうのがこの時期は辛い。ちょっとブレーキ強くしようか。雨降ってるからね。指の感覚がいまいち。寒いっすからね。雨降ってるし。ただまあ冬でもね、低気圧は強いと山上店長がおっしゃってたんで、カッパ着て頑張っております。でね、巻いた感じでリップルクローより強いっすね。ルアーパワーというか、うん、巻き抵抗がでかいだけあって、やっぱりかき回してる感はあるっすね、リップルクローより。で、この2つとリップルクロー、サイレントキラー175と、忍者スイマー180と、リップルクロー3つ比べたときに、その、水押し感だったり、の、まあ、なんだろう、ルアーのパワー、水押しの強さとか、かき回す感じとかの感じで言ったら、この忍者スイマーが一番強いかな。波動、水押し、かき回し。パワー、トルク。で、その次がリップルクロー。平均してみてね。トータルで。で、一番下にサイレントキラーな感じですかね。強さ的に忍者スイマー、リップルクロー、サイレントキラーな感覚ですかね。より目立たしたかったら忍者スイマー選ぶし、もっとナチュラルに誘いたかったらサイレントキラー。リップルクローって落としていってもらえたらいいかなと思います。進路っていうのも多分それに伴って強い順に深いんだと思う。まあその辺はね、おのおのあのウェイト調整して、任意のフロート具合だったり、そのレンジを刻みたいからウェイト足すっていうね、セレクトチューニングしてもらえればいいかなと思います。弱い波動でよりディープを攻めたかったら、サイレントキラーにウェイト足してもらって、っていうのがね、いいかなと思います。逆にね、ヒデさんが前言ってたように、サスペンドシャットみたいな使い方、サスペンドチューンしてもらって、コンタクトしたら止めて、コンタクトしたら止めて、繰り返してもらったら、食わせの間っていうのもできると思います。寒い。本当にやる気があるやつがいたら、こんぐらいの波動でも食ってきそうですけどね、雨降ってるし。で、デイズ 70X を選んだ理由としては、ね、グラスみたいにちょっと感度っていうか、その正確に伝わらないんで、やっぱりルアーの違い、それをね、はっきり差を確認するためにちょっと固めのデイズ持ってきたのと、まあやっぱりウェイトの幅が広いんでね、スーパーノバだとちょっとボヤンとしか感覚がわからないのをより鮮明に確認するためにデイズ 70X 使っています。まあまあ潜るね、忍者スイマーね。やっぱリップが大きいし、角度もちょっと深く潜りそうな感じだし、動きはね、そんなにブリ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 動かんのですよね、思ってるほど。うん、
動き的にはサイレントキラーの方が振り幅が大きいかもしれん。わからん、感覚的な話で言ってるからわからん。はい、じゃあちょっとね、比較のためにね、いつも投げてるリップルクローも投げていってみようと思います。一旦ね、あっち戻ってルアー付け替えます。はい、リップルクロー付けました。え、これ尻尾ついたん？あ、ついとるね。やっぱりね、これが一番しっくりくるっすね、普段使ってるから。あ、待って、リップルクロー弱いわ。あ、弱いわ、サイキラより弱いかもしれん。いや、ちょっとこれは同じ場所で投げ比べがいるな。うん、ですね。ちょっと投げ比べしよう。とりあえず一旦箱出しの状態に戻します。ウエイト全部剥がして、じゃあまずリップルクローからいきますね。よいしょ。あ、だね。ボブリングはそんなにしてない感じかな。うわ、映ってますか？動きが見えればいいんですけどね。ちょっと角度が悪いか今日。ああああああ、だね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 。ロールしながら後ろがちょっとバタバタするぐらい。はい、リップルクローです。はい、次サイレントキラーいきます。なんか倍率おかしい？ 0.5 だよな。あー、あ、そういう感じ。ジョイクロとほぼほぼ同じ感じな、リップルクローと。どうだろう。あ、波動で言ったらリップルクローの方が強いんかな。でもね、やっぱりソフトシェルっていうのがあるんで、巻いてるブルブル感はリップルクローの方が劣るけど、いや難しいですね、微妙な差っすねここ。口で伝えるのは難しいぐらいの差です。ちょっとコメント欄で誰か助けてください。リップルクローとサイレントキラー、あー、どうかな。いや違うんだけどね、何をどう伝えたらいいかがわからない。より魚に気づかせたいときは僕リップルクローを使うかなって感じ。もっと気づいてほしいとき、サイキラ通してもっと気づいてほしいときはリップルクローに変えるかなって感じですね。そのぐらいの差だと思う僕は。だね。いや、そのちょっとの差でもまあ違いますからね。あ、どうだろうか。あ、どうだろうこれ。まあでもあれですね、サイキラの方が泳いでる感じはこうなってる感じ、こういう風に。ジョイクロはここまでこう後ろがハタハタせずにロールがちょっと強い感じかな。サイキラの方がトータル強いんかな、アピールとしては。
で、この2つ投げ比べて思ったのは、忍者スイマーはまあまあ波動が強いっすね。あ、これブルブルしてるのみたいな感じじゃなくて、まあ、あからさまにクランキングって感じなんで、うん、あーですね、この微妙な差はね、使ってもらった方が分かりやすいと思います。175のサイレントキラーとジョイクロのリップルクローの差っていうのはね、あ、そうだね、ロールかボブル、ボブリングが強いか、どっちに寄せるかできっと違うんだろうな。合ってますかヒデさん、助けて助けて助けて視聴者の皆さん助けて。ここまで明確に違いがわからないルアーがあっただろうか。まあ、ちょっとこれ時間かけてゆっくり楽しめそうですね。この差を探していくっていうのもね、こういう時はリップルクローだろう、こういう時はサイレントキラーだろうっていう自分なりの答えを出してみます。ちょっとすいません、今明確な違いが言えないけど、今分かってることといえばローリングかボブリングかの違いしか分からん未熟です、申し訳ない。あ、でもそんな感じですかね、イメージ。こっちの方がブリブリする気がする。で、向こうリップルクローはブリブリはするけど、それよりロールの方が強い感じね。この泳いでくる時の多分動き見てもらったら分かると思うんですけど、くねくね動くのがサイキラ、くる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 がメインがリップルクローな感じかな。はい、そんな感じです。はい、じゃあ次はね、ロイヤルフラッシュ。前回の5000円企画でなんかジョイクローチャレンジしてるから投げれないわって言ってたやつね、今日ちょっとついでに使っていこうと思います。で、なんか今年これのジュニアダウンサイズの方の新色出ましたよね。はい、それの大きい方です。これどうなんだろうかね。あー、これも浮力高め。あ、はい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 、ヌメヌメ系ね、ヌメヌメ系です。ほら、ヘビみたい、こんな感じになるわ。で、これリップ外せるから、僕買ったやつはリップがね取れるようになってるんで、これリップで水をどうこうっていう感じじゃなさそうっすね。もっといい使い方がありそう。ブレーキとして使ったらいいかもしれんね。こんな感じで漂わしてクネン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 って。これリップ取ったらバラムになるんじゃね、ちっちゃい。まあ、ちょっとアクション、これ前後フェザーにしてよりブレーキを高めてやってもいいかもしれんですね。漂わしてもね、あんだけ動く、映ってる、ほら、ドッグウォークさせたらすごい、ネズミみたい、ネズミの尻尾みたいな、クネン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 な。いや、これいいな、なんかどっかで出どころがありそう。ほらほら、移動距離最小限でクネンクネンって、シャクトリムシの感じ。ほら、これこれこれよ、これを刺そうっすね、ピンポイント。ほら、このアクション、これは多連結じゃないと多分出せんから、こいつにしかできん技。またスイートキラーとかね、タイニークラッシュとは違う感じのアクションですよね。ああ、こんなルアーなんだね。で、巻いてもその抵抗っていうのはそんなになくて、リップちっちゃいからピロ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 ーって泳いでくれる。ちょっとリップ外してみましょうか、これ。はい、で、このリップなくすんでしょうね、どうせ。さあ、リップを外しちゃったらどういう動きになっちゃうのかな。本当はこれにスティックシンカーをぶら下げて、ボトムにこういう形で置いて漂わして使いたかったんですけどね。あ、いや、バラムだなバラムだな、これ。これケツにブレードとかつけてもいいかもしれないですね。ちょっとケツが暴れすぎてる感はあるから。
いや、バラムよ。で、ウェイト調整いるね、リップ取ったら。水面しか引けれんし、ケツがちょっと暴れてる。あ、でもいいぞ。これ、なんか、いろいろ遊びがいがありそうなルアーだね。うん。でも、ウェイトを足さずに遊ぶんなら、リップはあった方がいいですね。ロイヤルフラッシュは。え、なんかほんま、護岸沿いとか、良さそうっすね。シャロー際とかね。え、なんか引っかかった？木が浮いてたのか。で、リップがない分、ドッグウォークができるわけでもないが、あー、やっぱリップあった方がいいっすね。普通に巻いて使うんなら。ウェイト張ってちょっと沈ますっていうのもありかな。頭下がりにしてやったらもうちょっと姿勢が安定しそうですね。今もう巻いたら飛び出ちゃう。はい、そんな感じで前回買ったロイヤルフラッシュもちょっと投げてみました。はい、そんな感じで今回の5000円企画2本、ビッグウェイト2本購入することができました。うん、で、まあちょっとこの明確な違いは長きにわたって探っていこうと思います。はい、そんな感じっすね。で、今まで使ってた175のサイレントキラー、このね、コアの中にウェイト、板重りを入れてやってウェイト調整するっていう形なんで、もしくはね、このコアを剥がして、コアじゃない、シェルを剥がして中にウェイト入れるっていうね、ちょっとね、釣り場では手間がかかるルアーなんで、サイレントキラースライドスイマーっていうのはね、複数あってウェイト調整したものを持ち歩いてもらうっていうのがいいかなと思います。リップルクローももうウェイト違いで調整したもの、大型調整したものを入れてもらって、で、現場でちょっとウェイト調整ね、1枚貼る1枚減らすぐらいをしてもらった方が効率よく釣りができるんじゃないかなと思います。はい、ちょっともう寒いんで今日もうこれで終わりにしようと思います。一応そんなもんでいいかな。はい、もう寒いっす。僕もう嫌です。寒い、雨の日はもうしたくない。はい、そんな感じで今回は5000円企画とジョイクロ番外編、あとリップ付きビッグベイトをちょっと投げ比べてみて、これから探っていくところ、あとね、分かる方いたらプチ飛びが参考にしたいんで、あからさまな使い分けがある人コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで最後まで見てもらって、今日も内容薄かったんですけどありがとうございます。またね、来週ぐらいから暖かくなりそうなんで、ちゃんと頑張っていこうと思います。はい、今日も見てもらってありがとうございました。ではまた次の動画でよろしくお願いします。飽きずに見てください。お願いします。リップルクローってフロントボディにウェイト貼ったら結構サイレントキラーに近い動きをするんかな。なんかさっき巻いてたのとちょっと違うな、動きが。あ、でも一緒か。いやいや、もうよくわからんなってきたな。うん、もういい、やめます。とりあえず今日初っ端に出たタイラントとタイラント HD の違いっていうのをちょっと語っとくか。タイラント、僕の解釈ね、気をつけてください。タイラント、ザ・タイラントね、タクティクス・ザ・タイラント、懐かしいって思う方いらっしゃいますよね。結構タイラントの方がファーストテーパーより極端なファーストじゃないですけどね。で、 HD、 タイラント HD っていうのはもうちょっとレギュラーなスローテーパーによった感じで、ティップで合わすとかジグ系ね、こうクッて
やるような釣りにはタイランドで、スローにグイって合わせたいような釣り、フロッグとかっていうのは僕は HD のレギュラー、あの曲がる位置がね、先なのか真ん中なのかっていうざっくりした使い分けでやってます。フロッグでティップだとなんか弾いちゃいったりしそうなんで、重みを感じて竿全体で合わせてやる竿が僕はいいかなと思って、フロッグはタイランド HD で、本当にジグみたいに先っぽティップを入れてやって、ダスの口の中にジグを送ってやるっていう釣りはティップがちょっと柔らかい、ティップ寄りのテーパーのタイランドっていう使い分けをしてます。でね、タイランドもタイランド HD も僕もう2本目なんですよ実は過去に1本ずつ使ってて、そうジグロットね、スーパーボーダーが欲しいんですけど、なかなかね中古で出てこないし、まあね新品買ったらまあまあするじゃないですか、スーパーボーダーってでなった時に、まあ昔使ってたし感じがわかるから、タクティクスタイランドとタイランド HD でいいかなっていう感じで使ってます。全然ね、多分最近のゾディアスとかブレイゾンとかリベリオンとかその辺の方がいいかもしれんけど、やっぱりね好きなものを使って釣りしたいんで、なんだろう、メーカーごとに個性があった時代だと思うんで、あの頃って僕はそっちを好んで使ってます。古くても、まあ、結局自己満なんでね、道具から全部、ああ懐かしいなっていうのと、あ当時買えなかったからっていうのもあるし、そう今更で、やっぱり道具のレビューってね、新しいものばっかり出されてる方いると思うんですけど、多分気になる方もねそっちの方が多いと思うんですけど、あこれこれ昔使ってたとかね、そういうちょっと懐かしい系のものも出していけたらいいかなって思うんで、ちょっとマニアックなチャンネルですよね、ヒデの釣りチャンネルって。はい、そんな感じ。ざっくりタイランドとタイランド HD の使い分けとちょっとした違いでね、まあブチとビワコアで使ってます的な。まあもう安いんじゃない、タイランドもタイランド HD も1万円以下でしょ。はい、終わり。